3日目、なんと小島監督。What's up? DJ ミカです。 E3 Day 3 フィナーレビデオ、 Let's get on Out of Unforgettable Memories。 ということで E3 Day 3レポートしたいと思います。まずはすごい大名行列が来るなと思って、殿は誰じゃと思って見てみたら小島監督でした。小島監督デスストランディング、とっても楽しみです。今もまだまだ勉強中ですが、小島監督のファンです。メタルギアのスネークが好きで、ゲームを初めてプレイしてから応援します。小島監督の世界観、そして遊び心あふれるゲームの作り方が大好きで、全部のゲームまだまだプレイできていないのですが、時間を見つけて遊んでいきたいと思ってます。デスストランディング、新しいトレーラーすごい良かった、気になります。アイスオンミスター小島、I can't wait this surrounding so bad. Watched the trailer and it was dope. I've been fan of him since I played Metal Gear Solid. I love how he makes games. I'm super excited about this surrounding. CND! My favorite YouTuber, E3! We are here. You already know Captain Alex CND. 仲良くしてもらってる YouTuber Alex CND 君。彼の任天堂愛あふれるチャンネル、いつも楽しく見てます。Picture with Sora and Keyblade.キングダムハーツのブースでは写真撮れるコーナーがあった。最終日に気づいた。キーブレード借りてご機嫌。キングダムハーツ3、相変わらず混んでたけど早くプレイしたいな。ドラゴンクエストプレイできました。あちこちにクルッチやスライムがいっぱいいて可愛かった。 I played Dragon Quest on PS4. It was fun. え、勝山ある、マイクロソフト見に来ました。落ちてる。今日はあんまり行くの難しい感じ。初日は結構並んでましたが、今日は何か変わってるかな。マイクロソフト閉まってたけど BT がやるみたい。ここで以上。マイクロソフトビルディングclose early due to events. BET Awards はここで開催されたみたい。セキュリティさん教えてくれたけど次の週だった。キャー。 Hanging out at Twitch booth. I took a lot of pic. Twitch booth で写真を撮ってもらいました。なかなかいい感じ。お気に入り。そして人気だった Fallout。遊んだことないけどプレイしてみたいな。 Doom. E3 3日目は割と空いてて写真も撮りやすかったです。 Division 2. なかなかいいでしょ。アサシンズクリードオデッセイ、そしてダラクロフトと写真を撮ってもらいました。このムービー撮ってる時にゾンビ後ろにもいた。 There was another zombie behind me. It was scared. びっくりした。 Another one. あとレジデントイボー2ブース、バイオハザード2のブースにもゾンビいた。 People get crazy at Ubisoft booth. Just dance. They have a lot of music selection. LikeBruno Mars featuring Cardi B. Finesse. Sounds fun. So this is my E3 finale video. A lot of good memories. I had a blast. I found a lot of games I want to play. E3. I'll be back. I really hope you guys enjoying this video. And I hope you guys find some games you want to play future. So more vlogs coming up.So please subscribe on my channel and then follow me on IG at DJMIKANIC. Thank you guys watching and see you soon! はい、ということで E3 Day 3最終日無事終わりました。めっちゃ楽しかったです。なんと小島監督がいました。めっちゃ嬉しかった。どうしようどうしようって感じです。周りがみんな小島さん小島さんって呼んでました。でそれであとはキングダムハーツはできなかったんですけれども、いろいろ見て回れて写真も撮れて楽しかったです。充実しました。また来年も来れたら来たいと思います。イエイ、楽しんでもらえたらいいです。ということで今日もご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、インスタグラム、ツイッター、@DJMIKANS、 良ければ登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。